日本有数の銅の産出を誇った小松市の小小屋鉱山。その歴史を伝える小小屋鉱山資料館に、今年の3月と9月に鉱山経営にあたった横山家からおよそ300点の資料が寄贈されました。この寄贈をきっかけに、これまで明らかでなかった当時の経営状況などについて研究が進んでいます。小小屋鉱山の本格的な開発に乗り出したのは、加賀藩の重臣だった加賀藩家の一つ、横山家13代当主の横山高平。小小屋を日本有数の鉱山に育て上げ、北陸の鉱山王とも呼ばれた人物です。1931年に横山家が鉱山の経営を離れたため、これまで小小屋鉱山のまとまった資料は世に出ませんでした。そこで今回、地元に有効活用してもらおうと、金沢市の自宅で当時の資料などを保管していた16代当主の横山高明さんが整理し、資料館に寄贈しました。この寄贈資料をきっかけに、小小屋鉱山の研究は一気に進展。神奈川大学の松村教授は先月、横山家の鉱山経営に関する論文を発表し、明治維新後、武士から経営者に転じた高平たちが経営危機を乗り越え、事業を成功させた歴史を明らかにしました。高明さんは、資料は収まるべきところに収まり、研究が進むことで地域のプラスにしてほしいと、今後の活用を望んでいます。いや、小小屋鉱山の歴史がどんどん紐解かれようとしているという話題です。さあ、今日はですね、この記事取材しました無類の歴史好きで愛読書は坂の上の雲だという後藤仁記者です。後藤さん、よろしくお願いいたします。お願いします。この小小屋鉱山、いわゆる産業遺産だと思うんですが、そんな産業遺産、近年注目されているんでしょうか？はい、例えば長崎県の軍艦島は炭鉱ではありますが、明治時代に近代化に貢献したとして世界遺産に登録されています。ここ小小屋鉱山資料館でも記事で紹介した展示のほか、実際に坑道のトンネルを歩くこともできますし、産業遺産として十分に PR できる施設になっています。なるほど。一度行ったことありますけれども、本当にそのまま残されている部分もあって素敵なんですが、この前田家に仕えた加賀八家老のうちの一人、横山さんという方、でもなんか財を成した方だということは知ってるんですけど、この肖像画ですか、これがあるのもすごいですね。そうですね、金沢生まれで石川県で初めてのプロの洋画家とされる早田三四郎が描きました。ただ現存する作品が少ない作家でもありまして、大変貴重な絵になっています。そうなんですね。この一つの作品からも様々なことを知ることができますけれども、後藤さん自身は新しい展示品、どんな魅力を感じますか？はい、つまり端的に歴史のロマンです。高平は明治に入って武士の身分を失った後、30代で鉱山の経営に乗り出し、鉱山王と呼ばれるまで上り詰めます。肖像画や当時の書類を見学し、高平が過ごしたのと同じ場所で当時の鉱山に思いを馳せる、そんな楽しみ方がおすすめです。なるほど。これ私の勝手な印象ですが、石川県は戦国時代であったり江戸時代の、ね、資料であったり、そういったものに触れる機会が多いんですが、明治時代ってあまりないなというような印象もありますので、本当に貴重な資料なのかなと思いました。後藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、北陸中日新聞の記事からお伝えしました。